はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は意識の進化の2回目ということでやっていきたいと思います。まあ、人は内面において本当の成長をしていくという話ですね。で、まあ、意識の進化っていうのは大きく5段階ありますということです。第1段階は直情的ですね。第2段階は植物的。で、第3段階は依存的。ですね、第4段階は内的で、最後の第5段階は相対的ということで、まあ、1段階目から3段階目っていうのは前回聞いていただいたので、まあ、今回はその続きの第4段階目内的という段階をやっていきたいと思います。で、この1段階目から3段階目っていうのはほぼ、ね、全ての人が体験する、まあ、ある意味こうね、自動のエスカレーターのようなものです、ね、なので、まあ、生まれたばっかりの赤ちゃんは全員直情的ですよね。で、まあ、その状態が6歳ぐらいまで続いて、まあ、第2段階で今度は植物的っていうことで、あ、それ知ってるとか、それ聞いたことある、あ、それわかるという段階で、これがまあ14歳ぐらいまでということですよね。で、14歳で大体ね、自我というものが確立して、まあ、自分という人間はこういう人間なんだというのが、まあ、大体自分の中で確立していった後というのは第3段階依存的ということで、まあ、みんなというのを判断基準にするわけですよね。みんなにね、受け入れられたらそれは正しい意見であり、逆に自分はみんなの期待に応えようとするということですよね。その判断の拠り所としてみんなとか多数派、多数意見というのを拠り所にするというのが第3段階ということですね。で、ここまではですね、まあ、全ての人が、まあ、ある意味自動的にいきます。で、この次の第4段階っていうのはやっぱりこう体験する人と体験しない人がいるんですね。こう3段階まではまあ年齢を重ねれば、まあね、自動的に3段階目までは意識が進化していくわけですけど、第4段階にまで進化する人っていうのはもう全人口の 1% ぐらいということで、ぐっとこうね、人数が少なくなる段階です。これはですね、必ずしもここまで到達するわけではないということですよね。で、この段階まで到達した人っていうのはやっぱりこうね、人生の間で何かね、大きな試練とか逆境とか、まあ、苦難とかですね、まあ、とにかくなんかね、大きな夢とか目標を達成するために大きな障害に当たってこうね、ちょっとこう世間一般で言われている常識というものに対して非常にこう強い疑問疑念というのを持つことができた人だけがこの第4段階にこう進んでいくんですね。まあ、ある意味第3段階依存的っていうのは、まあ、常識を作ってるわけですよね。これはもうみんなっていうのが拠り所になってますから、みんなが何を言ってるのかっていうのがすごく大事になってるわけですよ ね。これで例えば自分なりに意見があるんだけど、みんなこういうふうに言ってると、ね、例えば自分と、ね、みんなの意見が一致してるとか、自分と多数派の意見が一致してるとかっていうことでいくと、ね、自分も正しい判断ができてるんだっていうことで、まあ、自分っていうものが常にみんなというのを意識してます、ね、みんなと同じ意見であればそれは、ね、正しいんだと、ましてその多数派であれば正しいんだっていうのが第3段階ですから、まあ、ある意味ここで常識というのが一つできているわけですね。で、その第3段階の常識というものに、まあ、強い疑問を持つことができて、いや本当にそうなのかと、ね、みんながそう言っていたからといって本当にそうなのかっていうことに対で強くこう疑問を持った、まあ、ある意味みんなが言っている、まあ、世間一般の常識通り、ね、生きていったのに、ね、まあ、うまくいかなかったとか、ね、失敗したとか挫折したっていう、そういう、こう、ね、大きな失敗体験、挫折体験があると、まあ、意識が次の段階にこう進化をし始めていくということですね。で、これが内的な段階を目指すということになります。で、今度はですね、もうみんなの意見っていうのが全然自分にとって関係がなくなる段階ですね。要するにこうみんなが言っている意見の通り、考えの通りやったのに、まあ、全然うまくいかなかったわけですよね。だからみんなの意見だから必ずしも正しいわけじゃないわけなんですよ。
で、みんなの意見が例えば多数派だったり多数決で圧倒的に多数の人たちが、ね、こっちが正しいって言ってたとしても必ずしもそれが正しいとは限らないんですね。もちろんみんなの意見が正しい場合もあるんですけど、 100% どんな時でもみんなの意見が正しいというわけではないんですよ。で、たとえみんなが同じことを言ってたとしてもそれが全員が間違ってる場合っていうのもあるんですね。ね、だ多数だから正しい、少数だから間違ってるってことでもないし、少数がいつも正しいことを言っていて多数がいつも間違ってることを言ってるわけでもないんです。ただ第三段階の依存的っていうのはみんなが言ってることが正しいと、多数だったら正しいっていう風な考え方価値観になっているので、それではうまくいかないことっていうのも多いんですね。で、具体的なことを言うと、数字ではっきりと測定できるものっていうのはみんなの意見っていうのは大概間違っています。数字ではっきりと測定することができるものですね、白黒はっきりつけることができるものっていうのはみんなの意見っていうのは大概間違ってる場合が多いんです、ね。まあ、分かりやすい具体例っていうのを最初に挙げるとすると、例えば日本で一番難しい受験って言ったら、まあ、東大ですよね。東京大学に合格するっていうのが、まあ、受験の中では一番難しいわけです。じゃあ東大の数学の問題を解ける人と東大の数学の問題を解けない人、ね、どっちの方が多いですかと、ね、東大の数学の問題が解ける人と東大の数学の問題が解けない人を比べたときに、じゃあどっちの方が多いですかって言ったら解けない人の方が圧倒的に多いわけですよね。まあ、例えば大学受験をする人が50万人ぐらいいて、実際東大に合格できる人っていうのは2000人ぐらいですから、ね、50万人のうちの2000人が東大に合格するわけですよね。ってことは残りの49万8000人は東大に合格しないわけですから、逆の言い方をすると。だから東大の数学の問題が解ける人と、東大の数学の問題が解けない人で比べたら、東大の数学の問題が解けない人の方が圧倒的に多いわけですよ。解けない人の方が多数派なんですね。で、なんですけど、じゃあ例えばね、A さんがね、この問題の答えは2ですというふうに言ったと。ね、B さんも、いや、この問題の答えは一緒一緒と。で、自分も2っていうふうに、解いたと。ね、そして C さんも、ね、あ、同じだと。で、自分もね、答え2だと思ってたんだよと。ね、D さんも E さんも F さんも2222というふうに言ってたとしますよね。そしたらなんか A さん B さん C さん D さん E さん F さんってずっとね、聞くたんびにみんな2って言ってるから、ああこの問題は2なんだと、ね、いうふうに判断するのが第3段階の依存的という状態ですね。ところがよく冷静に見ると A さんは東大に合格する力持ってないんですね。東大行ってないんですよ。B さんも東大に合格する力を持ってないんですね。つまり東大には行ってないんですよ。C さんも東大に合格する力はなくて、D さんも東大に合格する力はないんです。つまり東大に行くことができていない A さんから A さん、B さん、C さん、D さん、E さんが、まあ、自分の勘として2って言ってるだけの話であって、その数学の問題の答えが本当に2で正しいのかどうかっていうこととは何の関係もないんですね。でそこで本当に東大に合格できた人がですね、例えば Z さんという人が東大に合格することができましたと。ね、でその人はね、いや2じゃないですと、3ですというふうに言ったとしますよね。ね、いやその問題ね、答え2じゃないんですよと、ね、3なんですというふうに答えたとしますよね。そしたらどうなるか分かりますでしょうか。ね、A さん、B さん、C さん、D さん、E さんから袋叩きに遭うわけですよ。何を言ってんだみたいな。ね、だって2でしょうと、ね、だって B さんも2って言ってるし C さんも2って言ってるし D さんも 2って言ってるよと、ねね、だからこれ答え2なんだよと、ね、な3とか何言ってるのということで、まあ、みんなから袋叩きに合うんですよ ね。しかし、ね、多数だからとか少数だからって関係ないんですね。その正しいかどうかっていうこととね、 A さん B さん C さん D さん E さんという人たちは多数派かもしれないけどみんな東大には行ってないんです ね。 Z さんは少数かもしれないんですけど東大に合格できてるんですよ。だったらどっちの人の方が正しいことを言ってるかどうかっていうのは自然と本当は分かることなんですよね。
なんですけど、世の中の圧倒的な 99% 以上の人っていうのは第3段階の依存的な精神状態の人なので、もう多数イコール正しいと、みんなが同じことを言ってるんだから正しいっていうね、そういう意識段階なんですね。だからもうどうしてもね、そういうこうなんか数字ではっきりするような、数字でこう測定できるような、白黒はっきりさせるような問題に関して言うと、もう多数派こそが正しいっていうね、まあある意味こう数の横暴みたいなところでこう通そうとするんですよね。なんですけど、ね、中には 1% ぐらいの人は気づくんですよ、ね、あ、これみんながねこう同じことを言ってたとしても、ね、必ずしも正しいっていうわけではないと、むしろね、間違ってることの方が多いんだなということに気づくんですね。そうすると、みんなが何を言ってるか、みんなと自分の意見が同じかどうかっていう判断基準を、まあ、捨てるわけです、まあ、はっきり言ったら第3段階依存的な精神状態で物事に挑戦したんだけどうまくいかなかったということですよね、まあ、失敗したり大きな挫折を味わったりすると、そのみんなが言ってることが正しいっていうことから、ね、自分自身がまあ、ね、抜けるというか、そこからこう、ね、外れていくわけですね。それでじゃあ本当は何が正しいんだろうということで、例えばみんなの意見とかっていうのを全部捨てて、そして自分の知識経験ですよね、過去数十年の知識経験っていうのも全部捨てて、もう一回自分の判断基準っていうのを作り直すわけです、ね、じゃあ何をね材料として自分の判断基準っていうのを作り直すかっていうと、まあ、それはこう人類の英知ですよ ね、自分の知識経験で物事を考えるっていうのは第二段階なんですよ。自分の知識経験で物事を考えるっていうのは第二段階の植物的という段階です。で、その人が何年生きてたとしても、30年生きてたとしても、40年生きてたとしても、50年生きてたとしてもね、まあ、たかだか、ね、40年、50年ぐらいの知識経験で物事を考えてるわけですよね。ね、それではね、やっぱりね、うまくいかないんですね。まあ、それはもう第二段階の状態ということになります。ね、第四段階は、ね、結局みんなの意見っていうのは当てにならないので、みんなの意見をよりどころにするのをやめるんですけど、だからといって自分の過去数十年の、たかだか過去数十年の知識経験で物事を考えるっていうことではないんですね。そうじゃなくて、過去数千年の人類の英知というので自分の判断基準を作り変えていくわけです。ね、だから人類の中にはね、やっぱこうね、知の巨人っていうかね、こう知的巨人、知識的な巨人っていうのがやっぱり何人もいたんですよね、過去数千年の中にはね。まあ、例えばヨーロッパにはね、ソクラテス、プラトン、アリストテレスとか、まあ、そういった人たちがいたりとかね、もしくは東洋で行けば孔子とか孟子とかね、孫子とか、まあ、そういった人たちがいたりとかね、もしくは、ね、中東の地域だったら、ね、モーセとかイエスとかムハンマドとかね、まあ、そういった人たちがいたりとか、ね、もしくは日本で行けば聖徳太子とか親鸞聖人とか、もしくは夏目漱石とかね、まああいった人たちっていうのはもう徹頭徹尾深く深く深く真理を追求した人たちですよね。もう近代で言えば、例えばフロイトとかアドラーとかユングとか、もしくは科学の分野でいけば、ね、ニュートンとかアインシュタインとか、ね、そういった人たちがいたわけですよね。ハイゼンベルクとか、まあ、そういった人たちがいたわけです。ねまあ、仏教の世界で言うならば、釈迦とかね、ナーガールジュナとか、ね、世神とか、無尺とか、まあ、ああいったね、もういわゆるこう知識的な巨人みたいな人たちがいたんですよね。知的巨人がいたわけです。もう自分の人生かけて、ね、本当にこうね、徹頭徹尾深く、ね、真理を考え尽くしていった人たちっていうのがね、やっぱりいたわけですよ。でそれがずっと蓄積されて蓄積されて蓄積されて今この瞬間っていうのがあるわけです。だからこう数千年っていう歴史の中で知の巨人の人たちが蓄積してくれている、まあ、その人類の英知というものがあるわけですよね。でそれを学ん でそしてそれらの判断基準で自分の、ね、判断基準っていうのを確立していくわけなんですよ、ね、だからもう本当に こうね時代を超えて例えば、ね、人種関係ない、民族関係ない、ね、時代関係ない、ね、まして男女の違いなんか一切関係なく通用するようなそういう、ね、原理原則法則そういったものから、まあね、自分の判断基準っていうのを持とうとするわけですね。
そうするとね、今度はもうね、第3段階の依存的、要するにこうみんなが何を言ってるかとか、みんなが何をやってるかっていうのから、まあ、解放されるわけなんですよね。みんなが言ってるから正しいってわけではない。で、もちろん正しい場合もあるわけですけど、必ずしも正しいわけではないわけですよね。だからこの時、この瞬間、この場合はどうしたらいいんだろうっていうのを自分の、ね、判断基準で拠り所とするわけです。で、その自分の判断基準っていうのは、自分の過去数十年の、ね、たかだか数十年の知識経験ではなくて、人類が積み上げてきてくれた、蓄積してくれてきた、ね、その、ね、英知というものを判断基準にして、いや、これは、ね、もう原理だと、原則だと、法則だと、ね、いや、これは、ね、人種、民族、ね、信条、ね、性別、年齢、関係ないと、ね、どんな時代だったとしても、これは当てはまるという、そういう、こう、原理、原則、法則的なものから、だったら、この時、この瞬間は、どういうふうなことを言って、どういったことをやった方がいいんだろうっていうのを、まあ、考えていくわけですよね。で、それが、こう、内的な段階ということなんです。だから別にみんなが反対してるからやめるわけじゃないんですよ。ね、みんなが反対してます。だからやめますっていうことじゃないんですよね。ね、逆にみんなが賛成してます。だからやりますっていう段階でもないんですよ。関係ないんですね。みんなが反対してるのか賛成してるのは関係ないんですよ。ね、この第4段階の内的な段階に至ってる人っていうのは、もう自分が、ね、心の内側から湧き上がってくる内なる声に従って、ね、これはやった方がいいと思うことをやってるわけです。ね、だから自分で自分を理してるわけですよね。今自分はこの瞬間何を言い、どういう態度でいたい、どういったことを言った方がいいのかっていうことを自分の内なる声で、ね、に従ってやってるわけです。で、その内なる声っていうのは単なる自分の過去数十年の知識経験ではなくて、もっと深い、ね、過去数千年の、ね、人類の巨人たちが積み上げてきてくれた、まさに英知とも呼ばれる、まあね、この原理原則法則みたいなものを拠り所にして、今この時この瞬間はどういうふうに判断した方がいいんだろうということで、ね、生きていってるということです。だからたまたまみんなが反対 してることをやめる場合もあるし、たまたま、ね、みんなが賛成してることをやる場合もあるわけですけど、判断の基準としてみんなっていうのが関係がないということです。それはもう本当にたまたま偶然なんですよね。別にみんなが反対してるから、ね、やめるとかやるとかって話でもないし、みんなが賛成してるからやるとかやめるとかっていう話でもないし、自分の内側の中からね、自分の内側の、ね、中からこう湧き上がってくる衝動としてこれはやった方がいいというものだから、そういうふうに感じられるからやるということなんです。で、だから自分の心が自分の言葉とか行動を完全にこう律してる状態ですよね。本当に自分の内なる声に従えるような状態になっている時に、ね、この第4段階内的な状態ということになるわけですね。で、そうすると、まあ、人間として最初のね、本当の意味での成功というのを収めることができるんですね。まあ、ここまでね、この第4段階まで意識が進化すると、まあ、人は最初の成功というのを収めることができます。すなわち、ね、最初の成功というのは自分自身としての成功ですね。自分自身としての成功です、ね、一人の人間として自分として成功するということになるわけです、ね、それまでの過去の、ね、古い慣習とか常識とかみんなの、ね、世間の声とかっていうものから解放されて、ね、自分として一人の、ね、一個人として人間として、ね、成功するという最初の成功の、ね、状態まで至ることができるんですね。それはもう常に常に今この時この瞬間は、ね、その原理原則法則に従ったならばどういうふうに判断するのが最善なのかっていうことで判断することができるようになってるわけです、ね、そしてもうねその考え方で、いくならばやっぱり経済的にも結果的にはね、ある程度のところまでは必ず来ることができてるんですよ。やっぱりこうね、その人が本当にね、その時代関係なく国関係なくね民族関係なく性別関係ない、そういうこう原理原則法則的なものに従って、ね、自分のね、言葉とか行動っていうのを律することができる、自分が自分として一人の人間として成功するっていう状態まで至っているならば、まあ、その人が、ね、自分の生活に必要なお金に困ってるってことはまずないということです。やっぱこう経済的にもある程度の、ね、段階までは来ることができている、まあ、少なくても自分の生活が、ね、なんかお金の面で困るということはまずないということですよね、まあ、そういう意味で、まあ、自分として自分自身として一人の人間として成功というところまで至っているわけですね。これ
これが第4段階の内的な段階ということになります。まあね、生きてる間に 1% の人っていうのはこの第3段階の依存的っていうところを出して、ね、第4段階の内的っていうところまで意識が進化し、そしてその人は最初の1段階目、最初の1つ目の成功というのをまあ収めるということになるわけですね。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。